相当危ないので。え当たった、当たった。はい、皆さんこんばんは。アローズスクリーンのシーサです。こんばんは、トミーです。トミーさん、今日も一日お疲れ様でございます。さあ、というわけで今回もですね、閉店後の気候なキセラ川西店さんやってきましたが、はい、今回の配信がですね、12月の30日ということで、はい、まあ、今年最後の配信ということになってます。まあ、今年1年振り返ってみると、はい、まあ、トミーさんにとっても激動の1年だったと思いますし、はい、業界においても、まあ、慌ただしい1年でしたよね。そうですね、はい、もちろんね、コロナっていうところからで、はい、本当にこのホールパチンコ業界に対しても、はい、まあ、すごい影響のあった年です。でもその中でもやっぱりいい機会というか、これだけやっぱ稼働が落ち込む中でも際立って活躍した機会っていうのも、はい、ありましたよね。出てきましたんで。ありましたよね、まあ、特にパチンコに関してはかなり尖った機種もこうバン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 こう出てきましたの で、まあ、そのあたり今年1年を振り返りながら今日はちょっと実践の方もしていきたいなと思っております、はいはい、そして、はい、この年末、はい、ちょっとこの川西市で動きがあったことをお伝えしておいた方がいいんじゃないですか。ですね、はい、12月の26日にですね、はい、気候な川西釧路店が、はい、オープンいたしました。グランドオープン、ね、グランドオープンですね。いよいよ待ちに待った、はい、やってまいりました。いや、川西市だけでキコーナさん、そうですね、もう3店舗目ですかね、はい、ぜひですね、川西市のお近くにお住まいの方、キコーナ川西釧路店さん覗いてみてください。このキセラ川西店さんからも、まあ、車で10分から15分ぐらいの距離ということ で、はい、非常にこう行きやすい、アクセスもいいということでですね、はい、年末年始期待していいんじゃないでしょうかね。ぜひともお越しいただきたいと思います、はいはい、それでは今日は、はい、大工の原産地飛騨店行きましょうか。そうですね、まさに今年の顔、そうですね、と言えるような機会ですから、はい、2021年もね、はい、楽しみですし、というわけで今回は大工の原産地飛騨店打っていきたいと思います。よし、さあ、では、はい、もう何度目かになりますけれども、そうですね、大工の源さん、超伊達、まあ、トミーさんも大好きな騎士ということで、はい、改めてこの源さんのね、楽しさを味わっていければと思います。行、ね、きましょう。はい、お願いします。お願いします。シーサーさんはもうプライベート打たれました？プライベート打ちました。あ、いかがでした？いや、なかなか難しいですね。相性悪いかもっていうぐらい当ててもラッシュに行かない、行かない、 50% 以下ですね、プライベートでは。やっぱりパチンコは僕は北斗無双がいいですね。なるほど。まあ、でも今年後半特に面白い機種たくさん出てきたじゃないですか。そうですね、本当 U タイムがやっぱり流れをね、そうですね、変えたかなっていうのが大きいですね。まあ、これはもちろん U タイム関係ないんですけど、はいはい、U タイムの登場で、まあ、先日登場したとある魔術のインデックスなんかもね、はい、まあ、甘い甘いと言われながら、いや、そうですね、まあ、かなりの人気をね、まだまだ誇ってますけれども、はい、実際動かしてみて、はい、やっぱ甘いですか？甘いです。甘いですか？今もう傾斜がどうだとかっていう風な話もしてます、はい、それぐらい甘いですね。そうなんですね、まあ、ただ甘いとなるとお店も躊躇する部分があるんじゃないですかね。いや、やっぱりそうですよね。その点やっぱこの機械は、はい、やっぱもちろん出る時の幅はすごいですけど、はい、こう沈む時の幅も大きいので、あ、実際じゃあまあ両極端ですけど、甘いか辛いかでいうと源さんの方はやや辛め、はい、ってことはしっかり利益取れてるっていうことですね。そうですね、でもやっぱりその一撃に期待して打たれるんですもんね、うん、皆さん、これでも源さんを例えば知るきっかけとか、例えばインデックスが導入されますとか、うんうん、何かしらユーザーの方って情報を得てすごい機種が出たらしいねとか、こんな機種が出るんだねって知るわけじゃないですか、はいはいはい、
まあ、そのほとんどは SNS だと思うんですよね、YouTube の動画だったり SNS を通じてそういう情報を得て打ってみようかなっていう方が今めちゃくちゃ多いと思うんですよね、はい、やっぱり2021年はもっとその SNS を活用して、うん、うちの店にはこういう機種が入りますよというのと同時に今回の新台はこんなゲーム性ですよ、こんな魅力がありますよっていうのもやっぱりお店自身がもっともっと発信していく必要があるんじゃないかなって思うんですよね。ってなるとやっぱりいかにその地域のお客様とか来店の可能性がある方を囲い込めるか、特にその YouTube なんて再生数とかチャンネル登録者数っていうのをよく言われますけど、稼働という面ではですよ、来る人にしっかり見ていただければ何より稼働につながるわけじゃないですか。だから100万再生仮にあったとして全然稼働につながらんというよりも1000回しか見られとらんけどほとんどうちのお客さんが見とるというふうになれば、これはやる意味ってめちゃくちゃあるんですよね。まあここでも、まあ、よくね、パチンコホールで、まあ、メインである、はい、まあ、ツイッターなんかで言うと、はい、まさにその静さんがおっしゃった通りで、はい、まあ、フォロワーたくさん増やしたりとか、はい、すごい大事なことなんですけど、はい、そうなんですよ。やっぱり店内ね、いつもいらっしゃってる、はいはい、足元のお客様が見てないっていうのは、まずちゃうやろって話なんで。そうなんですよね。だから今ここで頑張ってるスタッフとかも いらっしゃるんですけど、はい、その子には今言ってるのはフォロワー増やすことより、はい、今いらっしゃってるお客様にどんだけ見てもらうかしてもらうかっていうことじゃないかなっていう話もしてます。そうですね、はい、やっぱり再生数とか登録者数っていうのは、まあ、何かこう営利目的で広告を打ったりとかそれ自体でこう収益を得るようなことが目的ならいいんですけど、そうですね、やっぱりホール側の目的としては、うん、もう何より稼働ですからね、本当にその通りだと思います。無限ランプ入りましたね。ただやっぱりそれもね、見られる方がじゃあそれ見て何かいいことあんのっていうところですよね。まあ、昔みたいにね、これ動画見たら明日の激アツ機種が分かるとかそういうことはできないんで、ただ何かしら見てる人と見てない人の間でちょっと差ができるとね、いいなと思いますね。なんかいい方法ないかな、リツイートして来てくださった方とか。まあ、今本当にそれはやっぱ規制が厳しいので、やっぱり特定の方だけに何かっていうのが、はい、やっぱり相当危ないので。当たった、当たった、おい、あれちょっと相性の悪い気して言いながら先に当たっちゃいましたね。やりやした、なんか嬉しいですね。当たらんやろって思ってたところでの当たり方。そう、あ、すいません。リーチ自体はね、大したリーチじゃなかったですけど、あ、無限ランプがあったぐらいですもんね、今のね。そうですね。さあ行くぞ、これ行くな、ラッシュ。すいませんね、富さん、ちょっともうなんか行けそうな気がするんですか、もうちょっと見せ場全部持っていきますわ、今年最後の配信。戦隊ボタンは、あ、2つある、チャンスです。おお、はい、決まり。うおラッシュ楽勝だね。まあ、今年最も話題になった機種と言ってもいいこの大工の原産超伊達店ですからね、まあ、今年最後の配信で改めてこの原産の、ね、魅力っていうのをお伝えできればと思います。一撃2万発ぐらい出したいですね。何発出るかな、いくぞ。これがね、僕あんまり大きいの出したことないんですよ。我々の放送で何本でしたっけ、3万6千発くらいでしたっけ、トミーさんが ね、はい、あれすごかったですよね。あんま
り打ってないのにラッシュ入れて駆け抜けが僕2回ありますからね。わあ、ゲンさん打ちたくなってきたな。でもやっぱりこれを味わってしまうとすごい。営業中じゃないとこんな簡単に続いてくれるのか。9ラウンド、あれあれ、まだ楽しんでないんですけど、こんなんで終わったら下手くそすぎるよ。僕一回も緑になったことないんですよこれ。今回もならず。ならんねー。もう嫌なんですよねこれ。ああ。2695。ああ。ねえ。下手くそでしょ。うわ。いや、本当こんな感じなんですよねいつも。相性ってあるよね。さあ、小さいあたりで終わってしまいましたが、2020年、トミさんちょっと振り返っていきたいと思うんですけれども、はい、まあ、まずなんといっても今年は新型コロナ感染予防感染対策っていうところでかなり影響を受けたでしょう、はい、もう、まあ、実際4月から5月中旬まで、はい、まあ、1ヶ月半、はい、まあ、お休みさせていただいたわけですし、あの間にやっぱりお客様ももちろん、まあ、パチンコ店の風評被害みたいな、はい、あり方はどうやねんとかっていうのも騒がれたのもあって、余計にこう敬遠されるような状況でしたから。そうですよね、はい、まあ、パチンコ店っていうだけで世間からねかなり厳しい目で見られて、営業が再開しても今までのようにチラシを売ったりとか、なんかこう広告を出したりするのも難しい状況なりましたよね、はい、なので自粛前自粛明けとでは稼働も全然違ったわけですよ ね。で実際もうその4月5月とお店を1ヶ月から、まあ、2ヶ月近く休んだ後、稼働っていうのは戻ってきたんですか。だいぶ、まあ、一旦やっぱり7月ですかね、あたりが一回戻りのピークぐらいになって、はい、まあ、その後はやっぱりちょっとまた厳しいような状況ですよね。あ、ずっと下がっていくような。そうなんですね。じゃあもう前年比というか昨年と比べるとだいぶだいぶ、そうやっぱり今低貸しと通貸し合わせて、はい、まあ、で 70% から 75% ぐらいが平均ですかね。なるほどですね、まあ、そんな中でスロットはハーデスがなくなり凱旋がなくなりと。そうなんです、まあ、その他にもいろんな機種がなくなって、はい、行くだけでもきついのに、なくなった分別の機種で補填しないといけないじゃないですか。そのみなし機なくなってますけど、総台数が減ってるお店ってそんなにないわけですから、その分機械を導入されてるわけでしょ。だから入れ替え経費自体は意外とこうかかってたりとか。そうです、そうです、ですよね。でまた来年末、まあ、2021年の11月、はい、まあ、ここで CR 機が全てなくなるので、はい、まあ、それに備えて段階的にやっぱり変えていくような展開になりますから。そうですよね、やっぱ機械代はこの状況下でも落とすことができない経費ですね、はい、うん、まあ、稼働の低下の原因いろいろあると思いますけど、やっぱりお店がしばらく営業をしていなかったので、もちろんその間売り上げがなく、でも経費はかかって機械も買っている、当然お店は利益を取らなくちゃいけないというのがお客様から見ても分かるわけですよね。ってことは行くべきじゃないってなって、ちょっとパチンコスロットやめとこうって思われたお客様多かったんですよね、はい、実際多分多いと思うんですよ、まあ、今年は行っても勝てんやろという中で、まあ、本当に厳しい状況だったと思うんですが、話題になったのがこれですよ。そうです、めちゃめちゃ出るやん、しかも短時間でっていう、ある意味救世主みたいな感じでしたよね。本当にそうですね。
なんだろう、打ったことない人が打ってみたいと思える棋士って数少ないじゃないですか。そのうちの一つだったわけですよね、はい、その打ってみたいきっかけとなったのがやっぱり SNS とか動画だったわけですよね。そうですね、最初本当にダメでしたからね、立ち上がりは、はい、コロナの前後、はい、で厳しい状況下でも新フォギア2、まあ、同じタイミングで出た新フォギア2なんかはやっぱりしっかり動いてたんで、はい、まあちょっとこれはいかがなもんかっていうような立ち上がりでした本当に。でもトミさん最初から言ってましたよね、はい、いやこれはいいって、はい、これは来るって。ただ蓋を開けてみると、はい、いいやん、あれ徐々に、まあ、新フォギアが下がってくる中で、はい、こう逆に上がっていくような源さんの挙動やったんで。そうですよね、今、はい、新フォギア2より源さんですもんね、はい、いやだから話題ってすごい力ですよね、話題を持たせるっていうのは、話題を作るっていうのは。そういえばトミーさん、はい、オープニングで貴重な川西釧路店さんが、まあ、12月末にグランドオープンするという話しましたけど、はいはい、この貴重な川西店さんも、まあ、年末にかけてちょっと動きがあるみたいじゃないですか。一旦ちょっとスロットを減らして、はい、20円スロットを減らして、はい、4円パチンコを増やすっていう。あ、4パチ増大ですか。そうです。いつですか。12月25日、くしくも釧路のオープン1日前にこちらがオープンします。なんでそんな大事なことを黙ってるんですかちょっといやもちろん26日の釧路店さんのオープンも大事ですけど、はい、その前日にここがあるんですね。そうなんですよ。ってことは、はい、年末年始、はい、結構パチンコが面白いぞと。そうです。かつこれも、はい、20代に増大しちゃいます。マジっすか。はい、ちょっと年末年始打ち納めとか運試しとかで源さん打とうと思われてる方、貴重なキセラ川西店さんで源さん打つのもよし、グランドオープンした貴重な川西釧路店さんに行くのもよし。よし、ちょっと川西市周辺の方、打ち納め、そして打ち始め、ぜひこの川西市内の貴重なグループさん覗いてみてください。頑張ってますよ。ちなみにです、はい、もう全部言わせていただくと、はい、川西多田院店ですね、このキセラ店より、はい、車で北に、まあ、10分ほど進んでいただいたら、はい、川西多田院店があるんですけども、はい、そちらも12月の8日ですね、はい、にリニューアルオープンということで。ちょっと待って、はい、12月めちゃめちゃ動くじゃないですか。川西エリア全店動きます。これちょっと川西取りに来ましたね、はい、完全に。これやっぱりトミーさんがね、はい、先月までは違うエリアの、はい、まあ、担当でしたと、でこの川西市担当になりました、はい、担当になった瞬間リニューアル、リニューアル、グランド、めちゃめちゃ気合入ってるじゃないですか。はい、これちょっとしばらく貴重な行ってなかったなっていう方ですね。12月からこの川西市内の貴重なグループさん、はい、一味違います、違いますよね。違います、違います。パチンコ増大か、面白いことしてますね。はい、じゃあ今日源さんを打つ意味はもうありありのありだったわけですね。そういうことですね、はい、そんな大事なことを今の今まで黙っとくかいやちょっとじゃあこの貴重なキセラ川西店さんの源さんやるよっていうところはちゃんと当てて見せとかないとですね。ですね、何黙り込んでるんですか。あとは私が当てるだけですね。そうですよ、はい、トミーさん、はい、人のこと言えないんですけど、はい、ちょっともう回転数見てもらっていいですか。この夜中にですよ、はい、1000回転回してるんですよ2人で。あ、はいはいはい、何やってるんですか貴重なキセラ川西店さん、12月の後半にはパチンコ増大で源さん増えますと、はい、で源さんのいいところを見せましょうと。そうです、言いましたけど、さすがに、さすがにこのままじゃまずいんで、ちょっと面白いこと考えました、はいはいはい、こういうこともあろうかと、はい、実は他の源さんの台ラッシュに入れて待機させてますですね、はい、でやっぱりなんやかんやだらだら通常ゲーム見せられてもつまんないじゃないですか。
どんくらい出せるか、はい、これをちょっとここからお見せしていきたいと思うんですよ。そうですね、ですね、10台ラッシュに入ってます、はい、なので5台ずつ打てます。いや、5回ずつラッシュにチャレンジできます。どっちがラッシュで一撃たくさん出せるか勝負。わかりました、まあ、合計じゃなくて、はい、5本勝負にしましょうか。そうですね、5本勝負にしてどっちがポイント多く取れるかにしましょうか。わかりました、はい、というわけで、はい、もうスタッフの方から、まあ、いい加減にしろということで、はいはい、まあ、こういうこともあろうかと用意してくださっているっていうのもちょっと恥ずかしい話ですけどね。そうですね、過去にもこういうことありました、はい、ありました。というわけで、はい、今からラッシュ中の台に座って出玉勝負。よっしゃ、急に YouTube っぽくなったじゃあ行きましょうか。はい、さあというわけで、はい、我々があまりにも不甲斐ないということで、仕込んでいただきました、はい、ラッシュに入ってます、ええ、でやっぱりね、今回、まあ、今年話題となったパチンコ機大工の源さん超伊田店の、まあ、出玉力というか ね、 そ, うですね、そこはしっかりお伝えしたいということで、はい、これからですね、はい、2人で5台ずつ、ええ、ラッシュ中の台を打っていきます、はい、で最初の2台がこれとこれですね。そうですね、でより多く出した方が1ポイント、はい、でお互い終わったら次の2台に座ってまた多く出した方が1ポイント、うん、どっちが多くのポイントを取れるか5番勝負ということで、どれくらいいきましょうか。一撃目標5台打てば1回ぐらい事故るかも。1回ぐらい2万発ってもんがあるんでしょうかね。2万発、はい、分かりました。じゃあ一撃2万発を目指して、はい、超限ラッシュ手玉対決スタートです。よし、いきます。よし、ちょっと、おー、いきなり、おいし、おー、いきなり9ラウンド。あ、こっちも9ラウンドだ。幸先いいですよ。いいですね。通常時があれだけひどかったんで、ちょっとラッシュ中はもしかしたらめちゃめちゃ出るんじゃないですか。あんだけ静かやったんで、なんかこうなんかね、はい、まるで違う台を打ってるかのような、はい、いや、やっぱラッシュ楽しいな。そういえば僕ラッシュ1回入ってましたね、さっきね。そうですね、もう忘れてましたわ。さらっと抜けてましたけど、はい、なんか僕ネットで見たんですけど、あ、2時間続いて約8万9000、8万9000とか出てるやつ見たんですよ。夢あるなと思って。本当に動画で見せたいじゃないですか、そこ。はい、やっぱりこの一瞬を楽しむために通常時我慢できるんですよね。あー、たまらん、たまらんわ。もう寝なしでゲンさん家に行きたくなってますそれぐらいの気持ちだ。目覚めますよね。いや、本当にネクスト超限ボーナスってことはこれ保留に9ラウンド当たりがあるってことか。そうですね、最高。いや、久々にラッシュ引きましたけど、はい、引いてないですよ仕込んだんですよ、勘違いしてないから、引かれてないですからねまあ久々に消化してますけどね。早い、やっぱり早いですね。あれあれ、おー、ブー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 、おー、気持ちいい。いやいやいや、さっきと一緒やん、これだったら、また3連発いかんで終わる。さっきもこれぐらいだったんですよ。そうですね、なんか僕のアベレージがこの2000何百発ぐらいなんですよねおかしいなあ。あれ1回ぐらい色変わってほしいですね。変わってほしいです。ああ、よかった。おもう焦るじゃないですか。もう色変わった時点でラッシュ濃厚です。赤とか初めて見たな。はい、たまらんね。やっぱ面白いですね、やっぱりそうですね。
そう、あのインターネットで見たのが約2時間で、まあ、表示上ですけど8万9000とか出てて、はい、スロットに換算したら約1万8000枚相当ですよ、2時間で。時速9000枚相当のスピードっていうね、あれ見るとやっぱ本当に夢の塊ですよね。夢の塊ですよ。あれ最初は当たりが引けずに時間かかりましたけど、今度はラッシュが終わらなくて時間が足りないってなるパターンですか、これ。あれ大丈夫ですか。大丈夫大丈夫。おお、大丈夫。ネクスト超限ボーナス、気持ちいいな。え、こんな簡単に出る。すごいすごいすごいのは知ってたけど、やっぱりすごい。よし、なかなか出ない演出ですけど、2回も出ましたね。そうっすね。はい、はあ、初めてじゃないか、これぐらいは。やっぱ出るときは出るな。いやでもいろいろ通常ゲーム回したことで、まあ今年の振り返りとかもできたので良かったかなと思います。まあそうですね、最初からラッシュだったら多分そんな話できなかったですね。忙しくてこっちが派手だけど、今の機種の中では割と筐体自体はシンプルな方か、ね、作りは。あれまた、あれダメか。いやー、まあまあ一発目なんでね。あら、はい、5445というわけで5本勝負1本目、はい、僕の勝ちです。そうですね。出ない。わあ。9174。勝ちはしたけどこの勝負。そうですね。ハンドルを左に戻してくれ。物足りないですね。次行きましょうか。第2戦。左に戻してくれ。ただお互い順調ですね、さっきからね。速攻終わりということになって。1万発出します。絶対出します。ありがとうございます。年内最後の配信ということで、この気候なチャンネル、今年1年見ていただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました。また2021年も頑張ってまいりますので、気候なチャンネルよろしくお願いします。お願いします。